今を春べと咲やこの花やすらわで、やすらわでからスタートしました。名人位決定戦、クイーン位決定戦の1枚目はやすらわで。さあこの1枚クイーン戦はしっかりと山添クイーンが取っていきました。いよいよ始まりました。楠木さんいかがでしょうか。そうです、あの2人ともしっかりと体が動いているようなので、まあ、出だしそこまで緊張感はないように見られますね。はい、さあ画面ですが左側1枚目までと書いているところ、これは読まれた札の枚数を表します。そして画面の下側、名前の下には24枚、こちらは残りの枚数を表しています。高砂の空札です。さあ今日はゲストに来ていただいている同志社大学の福田先生、このようにカルタをご覧になるのは今までありますか。はい、初めてでございます。初めてということですね。はい、あのどうしても机の上の、それから、教室の中での客人数、これはあの講義をやっておりますけれども、このような形で、緊張感のある場に、来させていただいているのは初めてでございます。大変楽しみにしております。福田さんは日本古典文学、特に平安文学、和歌文学の研究を進められる傍ら、同志社競技かるた同好会の顧問も務められているということですが、はい、そうなんですけれども、名ばかりの顧問でございます。今日はじっくり見ていただくのは初めてということで、はい、そうですね、あのもう名解説の楠木さんがいらっしゃいますので、はい、いろいろ聞いていただけたらなと思っております。はい、大変贅沢な機会です。さあカラフラが続いています。福田先生にはその今日カルタで気になったことも含めてたくさん聞いていただいて、はい、あと先生のその研究についてもこの試合中にいろんなお話を伺っていければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ現在4枚目まで読まれて1枚リードしている、山添選手が1枚リードしているといった状況です。それでは最初は札の配列を順番に楠木さんにも見ていていただきたいと思います。この後見ていきましょう。錦成けり忘らるる、素早い取り、これは山添選手が相手陣を攻めていきました。しっかり手が伸びて攻められてますね。相手陣の右側、上段の札を取っていきます。相手陣の札を取りましたので送り札というものがあります。自陣の札が0枚になった方が勝ちになりますので、相手陣の札を取った場合は自分の陣から1枚札を送ります。これを送り札と言います。送り札が相手に送られて右側中段外側から2枚目に配置されました。人物札です。人の命の惜しくもあるかな、八重村茂れる八重村の札、これは三笘選手の左側にあった札、これは三笘選手が取っていきました。三笘選手の1枚目となりますね。やっと1枚取れてふっと落ち着いたんじゃないでしょうか。この序盤の動き見ていかがでしょうか、楠木さん。そうですね、あの山添クイーンは、まあ、いつも通り安定して攻め守り、まあ、自陣もですねしっかり取ってきますけれども、あの初挑戦となる三笘挑戦者はやはりこのいつもの場とは違うクイーン戦独特の環境にやっぱり早く体を慣らしていかないといけないかなと思います。はい、
三笘選手はクイーン戦初出場ということになります。今会場で話し合いが行われていました。どっちが取ったのかという話し合いが行われたようですが、競技カルタではお互いの話し合いによって決めていくんですよね。そうですね、選手同士の話し合い。秋は気に蹴り奥山に、クイーン鋭い取りです。よく手が伸びますね。さあ、このスピード感いかがですか、福田さん。いやー、これはもう鍛錬を なさらないとできないスピードですね、とても。それに手の動きが非常に美しい動きだと思います。素晴らしいです。スピード感もありつつ美しい動き、これも一つカルタの、競技カルタの醍醐味ですよね、楠木さん。そうですね、音を聞いてスッと伸びるところが綺麗ですね。声聞く時の秋は悲しき、月見えば、決めればこの取り方でしょうか。渡り手しましたね、三笘選手。渡り手、自陣の右側にですね、右上段につくばねの、そして左下段にですね、月見ればのつで始まる札が2枚ありまして、はい、この札ちょっと注目していたんですけれども、山添クイーンがつで攻めるのか、それとも三笘挑戦者がですね、今のように、両方払って渡り手を決めるのかということで、渡り手が決まったので、やっぱりここから調子上げてくるんではないかなと思います。やっぱりこの序盤でこの渡り手ができるっていうのはやっぱすごいなって思います。何一つの秋にはあられど、朝自由の、朝自由の、これは山添クイーンが取っていきます。無駄のない取り方ですよね。朝字の字の音を聞いてですね、しっかり左側を払われてますね。さあ、9枚目まで読まれて2枚リードしている山添ゆりクイーンです。この札の配置を見て何かポイントになるところとかがあれば後ほど教えてください。ではクイーンの札の配置から見ていきましょうか。山添クイーン右下段外側から、大けなく三好野の我が世は桃敷やホトトギス、中段君固めおしからざりし三垣森有明の、上段思いわび天の原人はいさよもすがら、あれこの世すしてよとや、天の原、今読んでいた天の原がすごいですね。山添クイーン調子上げてきてますね。あーまあ、ののを聞いてもう急加速ですよ、はい、三笘選手も手は伸びてはいるんですけど落ちきれないですよね。動きは早いんですよね、はい、そこはやっぱり札際は鋭くですね、山添クイーンがビュンと持っていきますね。これは両選手とも体は動いていると見られますか。動いてはいるんですけれども、やはり三笘挑戦者の決定力がちょっと欠いてますよね、さあでは山添クイーンの左側の札見ていきましょうか。山添クイーン左下段外側から、綿の原八十島かけてこれやこの風そよぐ巡り相手、はい、中段心当てに道のくの玉のおよ今はただ上段春の夜の、さあ山添君の札の配置はご覧のようになっています。弟子付きかも花の色は、花の色はこれは左側、三笘選手の左側にあった札です。三
三笘選手のですね手の出し方がその親指の方が低いんですよね、はい、だからどうしてもその山添クイーンがそこを下をくぐれなかったので、うん、まあ今みたいに手を低く出しつつこうやって拾える札を三笘選手自陣拾っていってですね少しでも差を詰めていけたらいいんではないでしょうか。ではそんな三笘選手の札の配列もご覧いただきましょう。三笘挑戦者右手段わみよに降る眺めせしまにももすきやいいですね。しっかりこう腕が伸びきったいい突きの鳥でしたね。相手陣にしっかりが 手が伸びています。これスローで見ても早いです ね、 あの綺麗な取り方してますよね、はい。まあ、この今の1枚 です、ね、少しこう自分に自信が持てたんではないでしょうか。さあ三笘選手は自陣から1枚送り札します。傘の札を送っています。なおあまりある昔なりけり今こんとカラフラです。では三笘選手の札の配列ご覧いただきます。右下段外側から垂れよかも服からに嘆きとて中段世の中よ人申し山側に三日の原上段つくばねのわびぬれば夏の夜有明の月を街で釣るかな小倉山。では左側の札をお願いします。左下段君がため春大琴の滝の音は春すぎて中段角戸谷淡路島明けぬれば上段墨の絵の久方の古の足引きの。このように札を配列ご覧になって何か特徴的な部分などはありますか。そうです、あの友札といってあの同じ音で分かれている。例えば、三笘挑戦者右中段に三日の原そして山添クイーンの右中段に三日木森また、山添クイーンの右中段外側の君固めお叱らざりし今ひとたびの君固め春みゆきまたなん長からん心も知らず共札を分けている。共札がですね縦に分かれていたりクロスで分かれていたりするのでまたあの縦に君固めが分かれていますので、はい、まあ、どちらが先に仕掛けて、うん、どちらが先手を取って優位なあの手の位置を取れるかなというところが見どころですね。この君固めの札は6音でまで聞かないと取れない大山札になっています。わびぬれば今旗同じこれは山添クイーンの鳥です。山添クイーンは今のワビなんていう虹決まりの札敵陣ですね。やっぱり攻めガルタの山添クイーンですのでやっぱりしっかりと抜きに来ますね、うん、そういうところで見ていくと三笘挑戦者の左側ですね左上段、はい、中段がですね、まあ、決まり地が短い札がたくさんありますので、まあ、このあたり、まあ山添クイーンどちらかというと右攻めのカルタを取られると思うんですけども、はい、この左側にあるこの虹決まり短い札を、まあ、山添クイーンが攻めるのかそれとも三笘挑戦者がうまくですねここを攻め取りながら自陣も取っていくのかっていうところが一つポイントになってくるかなと思います。身を尽くしても合わんとぞもカクトダニ2文字の左側にありました中段一番外側の札鋭い鳥ですね。山添クイーンが取っていきました。
先ほどいい取りをしたあの三笘挑戦者桃敷屋の時にですね、傘詐欺を多分送ったと思うんですよね。はい、傘を送っています。あの傘と角が三笘選手の陣地に両方あってこうバラしていったんですけども、この送らなかった方が読まれてしまったので、やはりお互い攻めたい意識がある分、まあ、今も読みの流れがですね、はい、山添クイーンに分がありますね。そしてその傘の札を今送り返しました。返ってきましたね。三笘選手右側下段の外側に置いています。さあ福田さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。いやいや、もう思った以上の迫力とそれと手の動きの素早さは、あ、まあ当たり前かもしれませんが非常に美しい。あらざらこの世の他の、着物ももちろんですが動き一つ一つが美しい。これ見ていて気持ちいいですよね。ですね。あのお着物の袖よく、まあ、あのきちんと処理されていらっしゃると思います。どうなんですか楠木さん、やっぱりそのあたりは普通の服でやるのと違いますよね。そうですね、あの普段は、まあ、T シャツにジャージっていった姿で、カルタの練習はするんですけれども、やっぱりこのタイトル戦になるとしっかりと袴を着て帯をしっかり締めて、体がより綺麗に見えるように思いたいですね。久方の光の、これも三笘選手の左側にあった二文字の札です。火の札がですね、場に全部あるんですよね。人愛しさ、人申しが山添クイーンの陣地、まあ、2枚揃っている人で取れる、はい、で久方のが、三笘挑戦者の陣にあったんですけれども、今山添クイーンお手つきしてセミダブルですね。読まれた札がない陣地を触った時にお手つきになります。ですので空札を読まれた時に相手陣、自陣を触ってしまうとお手つきになってしまいます。山添クイーンとしては珍しいお手つきになりました。花の散る乱滝の滝の音は、この鳥いかがでしょうか。三笘挑戦者の右下段にタレオカモの札があったので、山添クイーンターで敵陣反応してですね、まあ、うまい具合にしっかり自陣をガードしつつ戻ってきましたね。やっぱ三笘挑戦者も行きたいんですけれども、やっぱり指導で山添クイーンが勝ってる分、やっぱりそこがどうしても取りに行けないんですよね。で先ほど山添クイーンお手つきしてましたので、今の滝なんかを三笘挑戦者がですね、思い切りスパーンと抜くと流れが一気に来るんですけどね、そこをさせないのはさすがですよね。はい、よもすがら、これは三笘選手鋭く取っていきました。いい取りですね。相手陣の右側上段にあった札、しっかり手が伸びています。読まれた札がない陣地を触った時にお手つきになるということは、読まれた札をがある陣地はどれを払ってもお手つきにはならないということなんですね。だからあのように札を飛ばすことができるんですよね。同じ陣地内であったら右側が読まれても左側触ってもお手つきにはならないので、どの札を触ってもですね、たくさん飛んでもお手つきにはなりません。寝屋の暇さえ連れなかり、さあご覧いただいているのはメインチャンネルでクイーン戦の模様をお届けしていますが、サブチャンネルでは解説なしで名人戦をお届けしています。名人戦は今23枚目まで読まれて、久米原慶太郎選手が残り18枚、川瀬正義名人が残り20枚、2枚差で久米原選手がリードしている状況です。いかに久しきものとかしる山里は冬ぞ寂しさ勝りける。福
田さん、ここまでご覧になって何か気になるところとかありました？そうですね、やはり日本語の音というものを、はい、再認識やはりいたしました。どうしても文字を書かれている文字で私ども研究などしておりますけれども、音ってやっぱり大事だなということは非常によく実感いたしました。楠木さん、やはりそのカルタをする上で音を聞くっていうのは大事なことですね。そうですね、綿の原や、この大山札、しっかりと山添選手が取っていきました。今の取りはいかがでしょう？上手に取りますよね。こうしっかり囲って待って待って。1回目で三笘選手が触れなかったですね。だから触るスペースをやっぱり与えないんですよね、山添クイーンの手の出し方が。それも一つ技術です。そうですね、天の釣り船、有馬山、稲の笹原、風。今回はスローで映像でご覧いただいてますので分かりやすいんですが、もうその瞬間瞬間で選手はその感覚で取った取らないが分かるものなんですね。そうです。もうでもこのレベルになってくると 0.01 を争うので見てても分からないですよね。人はいさ、心も知らず、さっき火の札が全部場にあると言ってて、山添クイーンが先ほど人申しの方を三笘挑戦者の方に送っていましたので、はい、しっかりお互い攻め合いをして、三笘選手が手を出した方が今呼ばれたので、はい、先ほどまでは山添クイーンの手の出す方が読まれることがあったんですけども、中盤に入ってきてですね、どちらに傾いていくか、このあたりちょっと注目ですね。花蔵昔のカニに置いてる見せ場やな。さあ27枚目まで読まれて残り17枚ずつ、とっても拮抗した戦いになってますね。そうですね、序盤の動きが山添クイーンがすごくいいなっていう印象があったんですけれども、やっぱりお手つきからちょっと硬いのか、それとも三笘選手がですね、少しずつこの空気に慣れてきて本来の力が出し始めたのか、このあと5枚ぐらいどちらが取るのかですね、ちょっとこう流れを見ていきたいですね。さあ今映っているのは三笘なる挑戦者、クイーン戦は初の出場となっています。色は変わらず、この旅はぬさも取り、三笘なる六段は予選、それから挑戦者決定戦と勝ち上がってこの場に挑んでいます。10月16日近江漢学館で行われた西日本予選は1回戦が6枚差で下村楓選手に勝っています。2回戦は石田みのり選手に6枚差、準々決勝は木村神優選手に15枚差。カササギの来ました。相手陣、三笘選手が自陣左側の札しっかりと、右側の札しっかりと取っています。西日本予選の結果続けます。準決勝は鈴木真央選手に11枚差、そして決勝戦はこの今対戦している山添クイーンと同じカルタ会、京都小倉カルタ会の荒川優里選手に5枚差で勝ち上がってきています。そして11月20日の挑戦者決定戦では、最初林真宏選手と対戦しているんですが、1回戦は4枚差で負けているんですね。2回戦3回戦と9枚差で勝ち上がってきています。楠木さん、この予選を勝ち上がってきた挑戦者、それから予選をしていないクイーンっていうのは、このクイーン戦で何か違いはありますか？そうですね、やはり挑戦者はずっと勝ってこの
場に来ていますので、とっても調整しやすく見えるかなと思います。もろともに画面向かって右側が山添ゆりクイーンです。京都小倉カルタ会の所属、カルタ歴は22年、現在31歳です。去年は矢野アンナ選手を3対0のストレートで破って2期目の防衛に成功しています。このクイーンになられた時の大会、本田恭子クイーン、前クイーンと対戦した時も3対0のストレート勝ちになっているんです。負けてないんですよね。すごいですよね、ストレートで6連勝ですね。はい、ホトトギス、ホトトギス、ほぼ一時決まりの札です。今どちらも早かったですね。三笘選手はやっぱりもう少しこう短い札を攻めないとですね、これを拾われるとちょっとこの後厳しいかなと思うので、まあ、攻めつつ自陣も適度にこう感じを生かしながら守ると、今初めて今日の試合の中でリードしていたので、はい、ちょっとそこをもうちょっと練習してですね、広げれば、まあ、この後面白い展開になっていくんではないかな。逆に今守った山添クイーンは、あ、この速さで守れるっていう、ちょっと安心にもつながってくると思いますので、そういった一枚一枚のですね、動きだったり取り方が終盤に、まあ、影響を与えると思うので、まあ、大事に取っていってほしいですよ。ただ有明の月園来れる筑波根の峰よりをつる山添クイーンの右側、中段の外側にあった札、筑の札でした。スローをご覧いただきます。これは手が交錯して、すごいですね、手が絡み合って、あ、こういうことがあるんですね。そうですね、やっぱりこう試合の途中でぶつかって怪我をするっていうこともありますし、ちょっと気をつけないとですね、やっぱ特に今日本戦をね、今日が2人にとって一番大事な大会だと思いますので、怪我には気をつけつつ、さあ三笘選手が今一度リードしたという状況。このように福田さん、畳の上で行っている仮想の儀と、まさにそうですね。ついつい身を乗り出してしまいますね。何はえの足の借りねの人よ、指とかもそうですし、本当に爪の当たり方なんかによっては流血の場合もありますもんね。本当に気をつけながら行っているとは思うんですけれども、見ている方も力が入ります。身を尽くしてや恋渡るべき、足引きの山鳥の三笘選手の左側、上段の札です。美しい鳥をクイーンはしっかりと見せています。この手を上げているのは読みを待ってくださいという合図です。これ手を上げないとどんどん読んじゃうんですよね。そうですね、読み手さんに今はまだ読まないでくださいねっていうのを手を上げてですね、ちゃんと合図を送っています。福田さん、これ競技会場内本当に音が敏感な競技なので、息をするのも戸惑うぐらいの静寂に包まれてるんです。そうですね、なかなかこういう世界ないですよね。これがやはり一つこう魅力なんですよね、はい、そばで見てるだけで近くしますね。三笘選手の左下段だったんですけれども、
もしかすると三笘選手ダップですか、ね、今触ってしまっていたらお手つき触っちゃいましたね。しまいました。三笘選手の方に読み札がありましたから、そうですね、最初山添クイーンの右下段に墨の絵があって、先ほどやはりホトトギスを山添クイーンが右下段で守っていたので、やはり三笘選手の中で短い札やっぱ攻めないとっていう意識があったんでしょうかね。記憶がうまくいってないのか、ちょっとここ痛いですね、このダブはですね、はい、でも気にせずですね、もう1枚ダブなんですけども、気にせず1枚また多くもらえたぐらいの大きな気持ちでですね、まだまだ札いっぱいありますので、はい、チャンスは来ると思います。これで一気に3枚差がついてしまうというところです。ここでやっぱりダブしてしまうと、どうしても気分がやってしまったって落ちてしまうんですよね、まあ、それはねしょうがないことなんですけども、落ちてしまうとこれ以降あと 3,4 枚札に影響してしまいますので、ちょっと今天仰ぎましたけど、まあ、自分を励ましつつ前向きに取ってほしいです。取りましたね、次の1枚。これ大事ですね、この1枚が抜けるか抜けないかが一番大きかった。これでもう大丈夫だと思います。落ち着いて取れると思います。こういうところの精神的な駆け引きというのでしょうか、負けないっていうその気持ちなんですね。そしてもう何といっても楠木さんはもうポジティブシンキングで有名ですので、本当にもう聞いていたら元気になる解説なんですけれども、本当ですね、さっきコメントでもさすがとありました、1枚多くもらえた、さすが楠木さんというコメントもありました。そういう一つ一つの捉え方も影響してくるんですよね。そうですよね、かなり精神面が私はこの競技カルタ関わってくると思いますので、立て直しが苦手なので1枚多くもらえたって思うようにのお言葉すごく大事にしますとコメントカルタの嬉しいですね、経験者の方から、ね、カルタだけじゃなくて自分のクラス、まあ、今教員してるんですけども、はい、クラスでも失敗とかみんないっぱいするじゃないですか、やっぱり、多かれ少なかれ、でもその時に落ち込むんじゃなくて、本当その失敗を次の経験に生かせる、だから大事な場面で失敗しないために今があるっていう風に自分に言い聞かせなさいねっていう子どもたちにですねよく言っていますね、はい、だからもう何どんなことがあってもそれは自分にとって必要なことって思ってポジティブに言ってほしいと思います。命と君が種を叱る大山札でした。縦別れ、注目していたんですけども、はい、山添クイーンの方が先に動いたんですけども、やっぱり今三笘挑戦者に流れが来ているといいますか、はい、三笘挑戦者が出てほしい方が出て、まあ、山添クイーンもしっかり戻ってくるところはですねさすがなんですけれども、やっぱり先に囲っている三笘挑戦者の方がしっかり取れてますね、はい、相手に1枚送り札をして主の札を送りました。福田さん、楠木さんは15歳、中学3年生の時に史上最年少クイーンに輝いてから素晴らしいんです、5連覇を達成して史上最年少の3人目の永世クイーンになられている。言葉の重みが違いますよね。そうですね、もうここが指して言います。やはりその絶対的な圧倒的な強さっていうのはその精神面でも、やはり影響しているということが伺えます。さあ今も素晴らしい鳥になりました。三笘さんが守りましたかね。三笘選手に流れが来てますね、また追いつきましたね、13枚セーブになりましたね。どうでしょう、ここまで見て三笘選手の調子は上がってきているというところでしょうか。そうですね、最初の硬さがなくなってどんどん今も素振りで体を動かしていますけど、多分調子は上がってきてるんだろうなと思います。楽しく撮ってると思います。楽しく、いいですね。今日心に匂い塗る
出場ということ で相手が山添クイーンということで不安の気持ちが大きいとインタビューでもおっしゃってたんですよね。同じ、私も福岡県で教員していたりして、三笘選手は同じ大分県出身の選手でもありますので、9月12月と練習をですね、こう付き合うこともあったんですけれども、どんどん調子は上がってきてますね。9月に取った時のカルタとは別人のようなカルタに今なってます。こう精神的にちょっと脆いところもあるのかなって心配だったんですけれども、今日までに74試合取り込んできていて、挑戦者に決まってからですね、やっぱその数っていうものが彼女にこう自信を与えてるのかなと思います。三垣森、今の取りはいかがでしょう。三笘選手がまた出した方が読まれましたね。この流れというのがかなりカルタには見えてくるものがあります。そうですね、三垣森、三ヶ野原のね、今度対角線上の分かれ札、ね、これも注目の札って言ってたんですけども、君固めも三垣森も両方三笘選手の手の出した方が来ているので、ちょっと今山添クイーンにとってはこう耐えないといけない時間帯、でもそこがきっと耐えれる山添クイーンなので、この後ですね、自分にチャンスが来た時は一気に畳みかけたりスパートかけていきたいなって思ってるんだと思います。今は我慢の時間ということですね。さあ、送り札は道の札を送りました。このね、また身の札を送ってどうなるのか、読まれるのかといったところも注目です。身の札が好きなんですかね。身がこの縦分かれになってますね。はい、道と三日ので縦分かれの札になっています。三好の札が身から始まる札が読まれたんですが、これはこの場にない札。いや、ありました。山添クイーンの右下段に三好野の、今三垣、先ほどの三垣三ヶ野の別れから道を送ったんですけれども、山添クイーンの右下段に三代があったので、そこはカバーしないとって言おうと思ったら、もうそのまま三代が出てしまって、そこをうまく山添クイーンが取りましたね。これは触ってしまったのでお手つきになってしまいましたね。ふるさと寒く衣うつなり、タレオカも知る人にせん高さの残りましたかね。残ってるの山添クイーンがもう一度しっかりと払いましたね。反対の方向にですね。こういう一枚っていうのが最後に響いてきちゃうんですよね、だから絶対に相手が触る、または自分が押し出す最後の最後までしっかり札を見ていないと、もったいないですよね、三笘挑戦者は。さあ、火の一字決まりになっている札を送りました。スピード感があるので、こうパッと手を出しているように見えますが、その確実性っていうことも大事なんですね。松の昔の友ならな国、巡り合いて、巡り合いて、これは素早く三笘選手取っていきました。福田さん、今の素早い取りご覧になっていかがですか。そうですね、やっぱりどうしても取りたい札っていうのがそれぞれ終わりなんですよ。そうですね、全部取りたいんですけどそれはそうですね全部取りたいんですけど、その中でやっぱり全部狙えない、狙うというか取りに行けないので、優先順位は考えつつ、音をよく聞いて、最初のシーンとかですね、そのあたりを聞きながら。先生はこういった和歌を聞いてるときはどう考えられますか。どうしても意味考えちゃいますね。
春の夜の夢ばかりどうしてもやっぱり意味を考えてしまうんですが、計算機にかけるときにはこういうふうに、はい、あの音でということになりますね、はい、計算機にかけるときは音をこう分解していく、はい、あそれは私たち競技者と一緒ですね、音を分解に分解します。世の中よ道こそだけ。福田先生は日本古典文学、特に平安文学、和歌文学の研究を進められるっていうことなんですが、あの和歌が大好き、文字列が大好きっていうふうに SNS のプロフィールにも書いてらっしゃいましたけれども、はい、文字列という捉え方、それからその意味としての捉え方っていろんな捉え方があると思うんですが、なんか注目されている見方はありますか？やはりあの この場で申し上げることだけではないんですけれども、やはり文字列、まずは意味を考えず、うん、音で取る、うーんこれはあのひょっとしたらあの古文の先生には叱られるかもしれませんけれども、品詞分解をせず、はい、単なる文字列として、うーん、面白いです。そういう意味では競技カルタの共通する部分が感じられますよ ね、はい、ね、今札がこう並べられておりますけれども、あこれ計算機にかけられるな、山の奥にもしかぞなくなる花さぞ嵐の庭の、さあ山添くんが一度立ち上がりました。今山添くんはどんな気持ちなんでしょうか？いい顔してますよ。厳しい、うん、勝負師の顔していて、今も春過ぎて送った後にしっかりはーって反応してですね、鋭い手の出し方してるので、まあ、やっぱりここが勝負になるっていうふうには考えてるんではないでしょうか。49枚目まで出て2枚リードしているという山添クイーン。振りゆくものは我になりけり、世の中は常に物語。同時に行われているサブチャンネルでお伝えしている名人戦、こちらも50枚目まで出て2枚差で川瀬名人がリードしています。どちらも2枚差、いい試合してますね。同じですね。いや昨日からですね、5枚差以内のという話をですね、はい、していましたが、はい、まさしく両方名人クイーン戦ともですね、片手以内の勝負で白熱してますね。白熱した戦いですね。この名人決定戦、クイーン決定戦は先に3勝した方が勝ちということになります。ですので最大5試合行われるわけですよね。長いですね。長いですか？早く3試合で終わりたいです。そうですね、集中力も必要です。何しろが大阪山のサネカ。このまあ緊迫した戦いで空札が続く時っていうのはどんな気持ちになるんですか？もう早く出てくれもう特に今山添クイーンはこう練習していますので、はい、その流れを切りたくないんですよね。だからもう読書さんお願い読んでっていうふうに私はいつも思ってましたね。どんどん読んでって。やっぱり流れが大事な競技になってきますから、この流れのまま行きたい山添選手と、そして追いつきたい三笘選手の緊張の瞬間ですよね。まあ、2枚差ですので、あの選手たちはそんな2枚っていうよりは お互い同じぐらいっていう風に思っていると思うので、ちょっとどういった今から戦術を取っていくのかが楽しみです。朝ぼらけ宇治の川に帰れない。この朝ぼらけの札も大山札という札ですが、朝ぼらけう、それから朝ぼらけあという札がありますよね。今画面にも出ています。この朝ぼらけ綿の原君固めは一番長いんですよね。音を聞かないといけないのが6音目まで聞かないと取れない札になっています。
先生、この朝ぼら系の札が面白い札になってるんですよね。あ、朝ぼら系の歌ですね。あの坂の上のコレノリの歌なんですけれども、はい、朝ぼら系有明の月と見るまでに吉野の里に触れる白雪、うん、これもともとは吉野の山ほうという言葉表現だったようなんです。吉野の山に、山ですと山をこう山のふもとから山を仰ぎ見て、はい、見上げるというか見上げる感じですよね、はい、現れ渡るせぜの味のいこれやこの、これやこの、これは山添クイーンが撮っていきます。吉野の里と山だと景色が変わってきますよね。そうなんです。里になることによっておそらく百人一首にも取られたんではないでしょうか。これだから興味深いのが、もともとの作品が時代によって少し変わっているっていうことなんですよね。変わっちゃうんですけれども、だから作者は知らないんですけれどもね、おそらくね、勝手に出ちゃう。でもそれもその時代その時代の美的な流行ということになるんでしょうね。こういったこの歌、そんなところにも流行があって、それを紐解くことで時代背景が見えてくる、はい、そういった研究をされてるんですよね、はい、知るも知らぬも大阪の席綿の原と言いで綿の原、この札でした。これも大山札の札でしたが、から札歌勝手に変えちゃっていいんですね、楠木さん。びっくりですね。山が里になっちゃうんです ね上にいたのが降りてきちゃうんです ね全然、うん、でもその一言で見える景色が大きく変わるっていうのも、うん、この面白いところです。すごい覗いてくる。雲いにも山に風のかけたるしあらみを、でも三笘選手はやっぱり低く低く手が出ますね。そうなんですけれども、あの実際に読まれた札の上までになかなかいけないんですよね。やっぱその点山添クイーンは札に直接あるいはあの勢いがある、札際が強いってこう競技カルタの言葉では言うんですけれども、はい、その札際で何枚も今日あの取っていますよね。札際ですか。そういう言葉があるんですね。わいわがいよは、これは三笘選手が取っていきました。いや、取れなかったんじゃないでしょうか。多分追い越されたんじゃないですかね。これもさっきからはですごくいい反応はしてるんですけども、手が止まっちゃうんですよね、ここで、はい、あれをグッと振り切れば取れるんですけども、わがいの札は、まだわが袖はが残ってますので三次決まり、やっぱりお手つきが怖いのか思いっきりがやっぱりですねちょっと足りなかったかな。そこをうまくやっぱり山添クイーンも手は低いのでしっかりそこをかいくぐってきましたね。さあ5枚差がついています。タボはないですね。たまらずお手つきです。タマの札を今間違えて払ってしまったんですね。やっぱりクイーンがうまいんですよね。こうモーションかけていかないといけない場面とか、はい、こう試合運びがうまいんですよ。先ほども山側にとか決して素早い取りではないんですけれども、あ、これもうちょっと頑張ったら取れたのにっていう三笘選手に与えるダメージっていうのが意外と素早い取りじゃなくてもダメージがあるんですよね。なるほど。雪は降りつつ白ブレード色に次の1枚が大事ですね。もう次をやっぱり切り替えていかないとまだ
わからないですよ、ここは。まだまだ三笘選手は攻守にわたっていいので、あの自陣もしっかり取れます。はい、しっかり音を聞いてほしいですね。春過ぎて夏気に暮らし、これはどうでしょう。どっちも早く反応しましたが、中段に置いてたのでクイーンだと思います。触った内側外側どちらですかね。これは内側かな。もうスローで見ても分かんないくらいの戦いを繰り広げていますが、クイーンの鳥ですね。鳥なんですね。もう何ミリかコンマ何秒かの世界で1枚取るか取らないか、これが大きく変わってきます。60枚目まで読まれて、山添クイーンが残り4枚、三笘選手残り12枚、8枚差となっています。立ち分かれ山の山の峰に、どちらが札を取ったかっていうことが微妙な時っていうのは、最終的にはどのように判断されてるんですか。選手同士の話し合いによって決めていきます。話し合い、はい、真摯的ですね、非常に。そうですよね。ちょっと三笘選手、今左守ったんですけど、右も払ってちょっと混乱してるのか、もう一回暗記入れ直してほしいですね。こういう時に大事なのは、一度こう自分の気持ちを入れ替えるということですか。そうですね、あと気分転換ちょっとしてですね、ちょっとこう空気をいっぱい吸って脳をですねリフレッシュさせて次迎えるといいんですけど、まあその今の動きを見ても、山添クイーンは今度はもしかして暗記が入ってないんだったらしっかり攻めていくよっていうふうなことも感じられてしまうので、相手のその動きを見て相手にまたそれを影響させるというか。そうです。だから読まれてない時の動き一つもやっぱりいろいろ考えて動いてますね。こういうちょっと気持ちを変えたいときに、楠木さんだったら何しますか。私だったら、場の進行を妨げない程度に立ってちょっと屈伸したりですとか、私はいつもキティちゃんのハンカチを持っていたので、はい、そのキティちゃんのハンカチでこう顔を覆ってちょっとリフレッシュしたりしてましたね。やっぱり緊張して熱くなるんですよね。今マスクもしてますよね。心にも心にもさ、これがお手つきです。心あの札でしたね。山添選手のお手つきになります。何があるか分かりませんよね。やっぱりこう三笘選手も厳しい取りをしますし、山添クイーンも焦ってるわけではないんですけれども、やっぱりそこがこのクイーン戦の場による緊張、いつもだったらきっとしないんですけどね、このクイーン戦の場ならではの緊張感でやっぱそうさせられてしまう。やっぱり違いますか、このクイーン戦というのは。全然違います。あ、全然違うんですね。恋しかるべき終わる月かな、浮かりてる人初の山添くんいいですね。こう一回立ってちょっとリフレッシュする、やっぱ上手いですね、こう使い方が。やっぱお手つきした後なので体がねこうこわばってね、怖くなって動かないっていうことがやっぱりあるので、ね、自分でほぐして自分でコントロールしている。ずっと座ってぐっと集中して最大5試合行うわけですから、大
大変な行儀ですよね、福田さん、ね、ちょっと考えられないですね一般的には本当に、面白い独特の行儀ですよね、これも。楠木さんは三笘さんと試合したことがあるんでしょうかというコメントですが、練習もね、しばします。はい、激しかれとは祈らぬもの、恨みはみほさぬ袖なり。山添クイーンともですね、あのマクイーン戦でも戦わせていただきましたし、あの同世代ですので、あの大学選手権とか団体戦で実はよく当たって試合をしてました。どんな印象ですか、対戦相手として見るときは。恋に口なんなこそしてる、道の黒の白ぶ文字ずり垂れゆえに。山添クイーンはやはり攻めがるたで、感じもやはりそこそこ早い、でクイーンになられてからもっとその札が、今私と対戦してた頃はやっぱり札直というよりもたくさん札を払うっていうイメージだったんですけども、やっぱクイーンになって綺麗なカルタにどんどん磨きがかかっているなっていうふうに思います。札直というのはその1枚の札に一直線という意味ですか。1枚読まれた札だけを触ろうと。もう漫画のようにっていうことですよね。本当にお手本のようなカルタに磨きがかかってきてると思います。我の泣くに習えばまたこの三笘選手の競技スタイルというのはどういった特徴がありますか。そうですね、三笘選手は、山添クイーンにも似てるんですけれども、攻守に渡って、攻めも守りもできる、どちらかというと守りの方が、鋭いかなっていう印象がありますね。守りが鋭いというのも印象的ですね。朝ぼらけありあけの月と、この札際という言葉もそうですが、この競技カルタ独特の言葉の表現ありますよね。そうですね。そして山添クイーンはもう本当にカルタが大好き、もう大学の時もそうですけど、もうどうやったらそんな風に取れるんですか、何考えてるんですかとかですね、本当カルタのことが大好きな子だなっていう風な印象をずっと持っていて、もう真面目、純粋、カルタに対してっていう風に思います。だから音も純粋にしっかり聞いて、余計な動きがほとんどないですよね、山添クイーン。だから基本に忠実で、読まれた音、読まれた札に手が動く。触れる白雪、三河の原、美しい、これも無駄のない動き。山添クイーンはクイーンになって2年ですが、試合前のインタビューで、私の中でまだカルタが完成していないと、このもうクイーンになったこの立場でもまだまだっていう気持ちがあるみたいですね。そうですね、やっぱり自分の理想だったり、私もそうですけれども、これで完璧っていうところがないんですよね。終わりなき戦いじゃないですけど、はい、毎年毎年更新されていくので、防衛し続けると苦しいです。楠木さんの理想のカルタ、一言で言うのってすごい難しいと思うんですが、どんなカルタですか。私の理想はですね、読書が発する言葉、例えば音に聞くだった音の二次決まりの音が発せられると同時にその札を取る、そして対戦相手25対0の例で25枚すべて先に自分が取って勝つ、これが理想です。もう本当に漫画漫画の世界。生きとてか恋しかるらん、知らず湯に風の吹き。だから私も理想は成し遂げることができないまま引退してしまったので、もう今すぐ先生聞いてたらうわーってなってるでしょうねいや本当に、でも本当に
漫画の世界のようなことが起きるんですよね。そうなんです、うん、本当にしのぶちゃんがやってた畳にマジックで線を描くのもうちは最初からやってますし、ゆらぬと復帰してくださいよ。なくなりました、今なんかそういや節子先生見てくださってますね。 ありがとうございます先生。すのきさんでさえ完成していない震える、いや本当震えますよね。もうチャットも大盛り上がりです。恋の道から思いはびこらえてきました。さあ73枚目まで読まれて山添クイーンが残り4枚、三笘選手が残り大琴野の方に2人とも、あ、大家大子が、右側、あ、左側でですね、縦の分かれになってて、やはりそっちに行った分、うん、主は二次決まりだからですね、もっとこう素早く攻めてほしいんですけど、2人がやっぱり王のその縦分かれに意識がいっちゃってるんでしょうね、はい、うん、だから多分この山添クイーンと三笘選手、その自分たちの左側ですね、この左側の縦8枚、はい、右側の縦は4枚ですよね、はい、8枚の方がちょっと気になってるのかな。三笘選手 の左の6枚をどちらがどのように取るのかがちょっと見ものです、はい、浮きに耐えぬは涙なりけり、わそでは今左側とありましたが、残り枚数少なくなってきました。ポイントになる札というのはどのあたりになりますか。まあ、今言った大家大子の別れですよね、はい、まずはこの大家大子一つ間違うとやっぱりお手つきするとですね、もうちょっと厳しくなっちゃうので、ここが一番かな。千早ぶるの、ね、なかったですね、なかったですね、この場になかったです。これはやっぱ撮りたくなりますよねっていうのは、もう本当に素人の漫画読んでカルタ楽しんでる人撮りたいって思っちゃうような札ですけれども、本当は撮りたいとかあんまりそう左右されちゃいけないんですけども、はい、やっぱり教室でカルタやるんですけど、子供が絶対ちはやふる取ってくるので、絶対それ取らせないってやりながらやってますね。普段しちゃいけないんですけど、うん、みんなちはやふると、はい、しのぶれど、はい、どちらが取るか、もう大盛り上がりです。そうですよね。からくれないに水くくるとこの人を松穂の裏の山添クイーンは一度立ち上がります。山添クイーンの方がやっぱ視野が広いですよね、はい、子って言われたらちゃんと心当てにの方に今動いたんですけど、やはり三笘選手は左がやっぱり気になってるんですよね。左を気にしつつも山添クイーンはちゃんと音を聞いて子の札に反応しているので、まあ、ちょっと部がいいかな。薬や虫よのにも壊れつつ寂しさに宿立ち寝て流れば。さあ同時に行われている名人戦ですが、6枚差で久米原選手がリードしています。6枚差です。朝久米原挑戦者をお見かけしちょっとお話しさせていただいたんですけれども、はい、顔つきが今日は違いましたね。同じ秋の夕暮れ恋しちょどんな顔つきでしたか。今までとやはり違って今日はなんていうのかな、こう鋭さというか勝ちに来てるっていうのがなんかこうオーラから出ているような感じ、うん、でどちらかというと川瀬名人の方がやっぱ初防衛ということで少し緊張されてるのかなっていう印象を見受けしました。
手が伸びましたね。まあでもクイーンにとってはまあこの1枚自陣ですので、まあいいかなっていう感じだと思います。しっかりと山添クイーンは相手陣を攻めて、攻めガルタを貫いて1回戦ものにしようと思ってると思います。さあ送り札がありますが、どの札を送っていくでしょうか。服から、ね、ふの一字決まりの札、これはどんな意図がありそうですか。まあ、せめてこれも取るよっていう意思の表れだとは思うんですけどね。じゃあこの負はしっかり取っていきたいといった一枚ですね。そうですね、私だったら明け濡れ場とかですね、ほうあの辺送ってもいいかなと。人捨てならで許しもな自力な肩に袖を絞り付け、今ここで5枚差がついていますが、この5枚差というのはいかがでしょうか。まあ、ちょっとクイーンの方が余裕はあるとは思うんですね。三笘さん取らないともう2枚になってくると、3枚はですね、私の中ではまだ追いついて追い越せる、3枚は勝ちにいけるんですよ、はい、2枚になるとやっぱり少し運命線を意識して送り札考えないと、あの最後に読まれない札を持ってたら負ける確率が上がってしまいますので、はい、あの抜きに絶対行ってっていう計算をしないといけないので、ちょっときついですね。夏の夜うまく拾いますね。やっぱり相手陣の右側を鋭く取っていく、あの山添クイーンがいつもおっしゃる基本に忠実、音をよく聞いてっていう、まさしくそういった取りですよね、はい、無駄な動きがない。きっとあの左側の三笘選手の、あ、左下段ですね、三笘選手の左下段中段のこの、はい、6枚は気にはなってるんだけれども、なって言ったら三笘選手の右中段にしかないので、しっかりとそこ反応して体を伸ばして取ってますね。雲のいずこに突き宿るらん、有明の綺麗、美しい取りを見せてくれます。山添選手、ここぞの 右の攻め取りですよね。迷いがないんですよね、やっぱり山添クイーン。いいところまで三笘選手も行ってるんですけれども、1回戦、ただ札をこう早く取るっていうだけではなくて、その美しさっていうのを今ちょっと見惚れてしまいました、ね、こう腕がクッとこの球とか伸びるですね、うん、そうですね、美しいですね。さあ山添クイーンは残り1枚となりました。クイーンになったクイーン戦から1回も負けていないというこのクイーン戦での戦い、このまま1回戦も山添クイーンが勝つのか、7枚差で三笘選手が浮物なし大事の札どうでしょう。縦分かれ最後に残って知ってたみたいですけど戻りましたね、うん、まあ、山添クイーンとしてはこの1枚は無理する札じゃないんですよね、うんうん、あのここでダブしてしまうとやっぱり大変ですので、あの、うん、まあ、この札はいいんではないでしょうか。逆にあの三笘さんあと1枚取られたら終わってしまうので、斧の音でよくあの大けなくの札の上まで、うん、あの手が伸びていましたよね、はい、こういった取りが、まあ、2回戦につながってくるので、最後きれいにですね、あの取ってほしいです。音に聞くが続きました。さあ名人戦も1枚と7枚残り1枚との7枚になっています。久米原選手が残り1枚、またこれ同じように試合が進んでいるのが面白いですけれども、同じ会同士だからですか ね京都小倉カルタ会に移籍をされたという久米原選手、
山添クイーンと同じ歌舞伎の所作です。さあ送り札しっかり考えて送った、まだわからないですよ、はい、何を送っていくんでしょうか。心あの札でしょうか。心あてなんですね。これはなんでこの札だったんでしょう。なんでなんでしょうね。あのでも甲の札で山添クイーンの動きがずっと良かったので、まあ、自陣にあるよりは敵陣にっていう考えかもしれないですね。墨染めの袖許されば角田の名人戦は今試合が終わったようです。7枚差で久米原挑戦者が1勝目を挙げています。さあ名人戦は1回戦、久米原挑戦者が1勝を挙げています。7枚差での勝利。足の窓屋に秋風ぞ吹く秋の田のカラフラです。さあクイーン戦は山添クイーンが残り1枚、三笘選手が残り6枚、5枚差です。わわ衣では緊張しますね。緊張しますね。見る方がきついですね。言葉が出ませんね。自分が撮ってる方が楽です。あ、そうですか。乙女の姿しばしとどめ君がため春のお手つき。これはあ山添くんお手つきです。ここで珍しいお手つきが出ました。自陣を触りました山添クイーン。あどうしたんでしょうね。きっとこの K の音がそこまで似てはないとは思うんですけれども、うん、やはりカラフラが続いていたというのも影響があるのでしょうか。送り札がされてターの札が送られました。2枚差になっています。衣に雪は降りつつ霧三笘選手としてはここはラッキーですよね。ラッキーですね。あの全然想定してなかったあの順ダブでしょうから、で君固めもそこまで早い鳥ではなかったので、もう本当に、まあ、奇跡が起きているというわけです。最後まで何が起きるか分かりません。これが札が出ちゃうんですよね。これがカルタの怖いところというか流れなんですよね、はい、さあ三笘選手に流れが来ているというところ、綺麗に取っていきました。なんかまた三笘選手の顔つきというか目が変わってきましたよね。なんかこう息を吹き返してきたというか。さあ三笘選手が残り3枚、山添クイーンが残り2枚、三笘選手が粘っています。忍ぶることの弱りもぞする
秋風に鼻く雲の絶え迷い。山添クイーンの心情としては今どういった感じでしょうか。ちょっとこうカラフダが続いてくれると、あの多分ドキドキしてると思いますので、落ち着けるかなと。はい、今残り札がこれだけあります。残り8枚の上で5枚ありますね。心は手におらわれらん。2人とも立ち上がりました。クイーンかな。これはスローで見てみましょう。クイーンですね。クイーンの方が早く触っています。若干ですね。本当にもうビビたるさ。山添クイーンがまた残り1枚としました。起き惑わせる白菊の花、淡路島かよ地鶏の。これは三笘選手が自陣の札を取ります。1回戦から白熱した戦いになっています。山添クイーンの陣地は一時決まりの服からですよね。はい、で三笘選手が、明け塗ればまだ相見手のが残ってますので、明け愛を聞き分ける。そして風そよぐもですね、まだ3時決まりなんです。これ風を痛みがまだ読まれてないんですよ。息を眺めぬ妻の関森、大山行くのの道の失礼いたしました。さあ残りの札が5枚、その場にあるのが3枚、カラ札がまだ2枚あります。服から逃げました。やっぱ一時決まりは出るんですよ。だから三笘選手には持ってて欲しかった。なるほど。こういうところで一時決まりが出る。山添選手の手元にあった負の札が最後読まれて2万差で山添クイーンが1勝を挙げました。第67期クイーン戦1回戦は2枚差で山添クイーン